本間祐介は日本の男性柔術家、総合格闘家、北海道恵庭市出身、イグルー所属。日本人として初めて世界柔術選手権黒帯の決勝に進出した。高校2年生の時よりブラジリアン柔術を始める。もともとは総合格闘技に興味があったが、柔術の楽しさにのめり込んでしまったという。2007年8月。 世界柔術選手権に初出場し、アダルト、クロービルスター級に出場。前年の同級世界王者、ダニエル・オテルを破って決勝に進出。日本人として初めて世界柔術選手権の決勝に進出した。2008年6月、世界柔術選手権に出場し、アダルト、クロービルスター級で、再び決勝に進出するも、決勝では、 カイオテハニー4から6で敗れ、2年連続の準優勝となった。2009年9月、総合格闘家に転校。全日本アマチュアシュート選手権、バンタム級で優勝を果たし、プロ昇格が認められた。2010年2月14日、ショートギグノースボリューム5で行われた、バンタム級新人王トーナメント1回戦で、プロシュートデビューを果たし、 吉田伊沢にフロントスリーパーホールドで一本勝ちを収めた。6月27日の2回戦では、大里博士に三角締めで一本勝ちを収めた。10月16日の準決勝では、安永幸に三角締めで一本勝ちを収めた。12月18日の決勝では、乱暴広助に右ストレートによる小負けを喫し準優勝となった。2011年6月。 世界柔術選手権に出場。ルースター級で準決勝に進出するも、カイオテ派に敗れる。大会後、引退。2015年11月、引退から復帰。世界の奥義柔術選手権に出場し、ルースター級で決勝に進出。決勝では、カイオテ派に敗れる。2018年3月、アジアマスター柔術選手権にて競技へ再復帰。ありがとうございます。